スタートするんだ。いける？いけるはず。あ、始まるかな？それで。できるかな？あ、いきそう。いけそう？ CM は入った。こっちなんかまだ始まりもしないな。あ、始まった始まった。お待たせしました、皆様。あ、どうも、おはようございます。おはようございます、いいんだっけ。こっちはおはようございますでいいと思う。そっかそっか。ちょっと初めての試みなので、いろいろ戸惑ってしまって。いろいろね、ちょっと手違いがありまして、そう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 、お待たせしました。じゃあ、早速始めましょうか。すごい、なんか思ったよりもいっぱいコメントを書いてくださってる、ね、皆さん。そうだね、ちょっといろいろ手間取って、スタートをくれてしまった。あれなんだろう、今音楽が。あ、よかった。いや、初めてだから、いろいろね、本当にバタバタしちゃって、すいません。あれ、これ、バックで曲が聞こえるのは俺だけ？みんな聞こえるのかな？さっき聞こえてたね。まあ、大丈夫か。相変わらず、すっごい声遅れてるけど。あ、曲は聞こえないですって。あ、本当ですか。ありがたいね、このコメントみんな書いてくれるから。助かります。あ、そうそう、ちょっとねバタバタしてて全然コメント読めなかったんで、ちょっと今ざーっと読みます、すいません。皆さん結構待ってくれてた、すごいありがたいね。こちらは晴れてて暑いけど良い天気で、こっちはですね、今日はちょっと蒸し暑くて、でもそれでも29度ぐらい。あれ、なんかすごい声が。そう、なんかね、ディレイが聞こえるんですよ。すごい遅れて。どこから流れてるんだろう。わかんないんだけど。何分初めてのあれだから、ね。しかもディレイがなんか1回じゃなくて何回も聞こえるね。うん、そんなエフェクトかけたつもりなかったんだけど。なんかここでバタバタしてるのばっかり生放送してもしょうがないから。そうね。あ、ディレイが聞こえてますって。わ、めっちゃやりづらい。入ってください、ね、すいません。本当そうなんですよね。なんか知らないけど。面白い。どうしたらいいんだろうね。まあそういうもんと思ってしまえばいいんじゃないのかな。どっから聞こえてきてるのか全く分かんないんだよね。お互い今ヘッドフォンつけてるわけでしょ、イヤホンとか。うんうん、つけてるつけてる。だからひょっとしたらなんか、分かった、俺の iPad だ。ものすごく原始的な理由でした。すいませんでした、これで全て解決しました。よし、じゃあ始めましょう。ああ、よかったよかった。いやー、お騒がせしました。ちょっとじゃあもう一回、コメント読ませていただきます。最初の方から、さっきちょっと話途中だったけど、こっちはですね、もう夏っていう感じじゃなくてちょっと秋になってきて。あ、そうなんだ。そう、意外とね、寒いはちょっと言い過ぎだけど、半袖だと辛いみたいな。最低気温が17、8度ぐらいになったりするときあるから。結構だね。結構ね、肌寒いんだよね。そっか、うん、1週間前にね、なんか暦の話ちょっと文句言ってたんだけど、なんか意外と北米は、東海岸の北米は、中国でね、昔できた暦通りに季節が結構いってるみたいだね。でもなんか東のその上の方ってさ、あれだよね、変わりやすいというかさ。ああ、そうだね。寒暖差ある、ね、ちょっと、そう、寒くなったなと思ったら、数日後にまためちゃくちゃ暑くなったりとか、そうだね。このギザギザ具合の感じで。日本はまだ結構暑いんでしょ？暑い、めっちゃ暑い。あ、そうなんだ。30何度とか。そんなもんなんじゃないのかな、わかんない。すごい、みんなコメントいっぱいしてくれてる。ねえ。ありがとうございます。
そうそう、今日本はですね、台風が来てるんですよ。あ、そうなんだ。すごいでかいやつが。なんかちらっと見たな、そういえば。そう。まあ、今もうのゆとうべは、ころ、こっちはすごい。まあ、俺は今、鎌倉にいるんですけど、鎌倉はめちゃめちゃ晴れてて、結構暑い感じ。ゆうべは初めてエアコンなしで寝ましたっていうコメントもあるよ。結構肌寒いですね。そうなんですよ。初めてエアコンなしってことは、それまでずっとそんなに暑かったんだ。今年はね、日本は結構ですよ。新潟で40度超えだもんね。おとといで?すごいね、40度って。なんか、すごい日本のこと知らない人みたいで恥ずかしいんだけど、ちょっとね、いや、実際知らない人なんそう、で。実際知らないんだけど、ちょっとこうやって、日本のことを教えてもらうっていう回もいいかなっていう。ねえ、であれもか。確かにさ、この聞いてくださってる人がさ、日本のいろんなところに多分いらっしゃると思うんで、こう新そう潟だとね。か、あと北海道とか、いろいろ出てくるから、それなんか知らない地方のこと知れるのいいよね、あ、なんか。そうだよね。みんなどこに住んでるんですか、これ。あ、そうね、これ確か参に。加してくれてる人は。ちょっと教えてほしいですね。これ、ねえ。ちなみに、Zoom 経由で YouTube ライブやってるから、多分ね、YouTube 見てる人は、結構ね、タイムラグがあって、ああ、そうちょっだ。とぎこちない感じになっちゃうかもしれないんですけど、おお、すごい、みんな答えてくれる。神奈川です、大阪です、東京です、私は群馬県です、埼玉、茨城、三重県、おお、神奈川、大阪、シンガポール。教授さん、島やっね。ぱ、本当いろんなとこだね。鎌倉いないじゃん。神奈川のカ行っムちゃテッっク部た。屋さんも、ああ。どうなんだろ美しい花、それはう。そバれンはジーパンジーさんさん、と。神奈川。でも鎌倉じゃないのかどうなんでしょうね。な。はじめまして、こんばんは。どうも、はじめまして、こんばんは。横浜ですか。そう。鎌倉の人いないね。まあでも横浜もね、すぐお隣だから。まあそうだね。でもね、横浜市だとね、多分鎌倉 FM、ラジオでは入んないんじゃないかな。ああ、そっか、そうなんだ。まあみんなね、どうせインターネットで聞いてるから、まあ、そう鎌ね。倉 FM 聞けないってね、やっぱそうですよね。そうなんですよ。新宿2丁目の女神。おお、すごい。これ結構コメント見てるだけでこっちが勝手に楽しんじゃうな。確かにね。ネットで聞いてま すっそうですよね。て。ネットで聞いてます。まあそうだよね。そうなっちゃいますよね。だって自分自身もそうだしね。なんまあかそう。ラジオ聞こうと思って、その機械そのものがうちにないから、じゃあネットで聞けるならネットにしようってなっちゃうよ。親父さん。YouTube 今まで見るだけでしたが、今チャンネル作成してチャットしてみました。うまくいくかな。言ってますよ。読ありがめてとうごまざいすまよ。す。こんなにね、結構たくさんコメントしてくれる。で、どれくらいの人参加してくれるかちょっと分かんなかったから、全然。そうね、確かに。ね。なんか質問とかあったらぜひぜひ、ねある程度空気を読んだ上で質問していただけるえ。あと。る程度空気を読んだ上で確かにラジオ持ってないから、いつも PS のラジオ聞いてます。そうですよね。いや、ラジオって最後に持ってたの、いつだろう。ギターがそばにありますか？実はあるんですけどね。あるんか。ギターあるんですけあるんど、だ。実はあるんですけど、さっきちょっと試しにギター弾いたらどんな感じかなと思ったらね、ちょっとあんまりうまくいかなかったんだよそう、なんね。か音がね、ちゃんと聞こえないんだよね、なんか。ちょっと弾いてみてもいいんですけど、もう一回やっ多て分みね、る。あんまりいい感じにならないんじゃないかな。今日さっきラジオで弾いてたようなやつ。どう？またなんか途切れ途切れになっちゃったりする？いや、俺のところはね、案外ちゃんと聞こえました。今はいけるのか。いいこん感なじ。感じで一応ギターあります。
ありがとうございます。なので、なんか、もしなんかね、ラジオで紹介してたあのフレーズ聞きたいとか、なんか。覚えてない可能性あるけどね。もう綺麗に聞こえてます。あ、よかった。なんでさっき聞こえてなかったんだろうね。りょうさんもドラムありますかって言われてる。ドラムね、横に積んではあるんですけど、多分叩いたらマイクの音が割れますね。間違いなく。あ、でもやっぱり途切れてないけどレベルが不安定かもっていう、うん、そうそうそう、ちょっと音量がねこう上がったり下がったりしちゃうね。なんでなんだろうね。ちょっとこれ今日は多分解決できないけど、ちょっとね、うん、なんとかなんかねその入力の問題を、ね、うん、調べておきます。それはそうそう、さっきもなんかさ YouTube 配信毎週やってくださいみたいなのがあったから、うん、あ、本当？あ、それ見逃しちゃった。あ、そんな。そうそうそう、もし好評だったらね、こう何回か、まあ、毎週できるかどうか分かんないけど、そうだね、続けていくのも全然ね、うん、ありで、ね、どうせ仕事なくなっちゃったからね。そうそうそう、それにやっぱりラジオだとどうしてもね、こう一方通行というか、マサト側からこう発信みたいになっちゃうんで、こうやってみんなの声が聞けるっていうのはすごくいいよね。しかもリアルタイムでね。そう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 。手見せて右手、あ、ギター弾いてるとき、あ、そうだよね。これ角度的に多分ね、あんまり見えてなかったかもしれない。ああ、そっか、そうだね。どうだろう。これ今見えないもんね。これ。それって今立ってるの？座ってるの？今立ってる。今立ってるんだ。椅子の上に立つっていう手もあるけど。でもこれ生配信しながら俺こけたらやだよね。ズデーン。それはそれでいいんじゃない？いや、恥ずかしいな、それ。映んないね、手はちょっと後ろに下がればいい。後ろに下がる。オッケー、ちょっと待って。あ、でも手がちっちゃくなっちゃうから、そしたらめっちゃむずいねこれ。どうでしょう、見える？一応今度声が拾わなくなってくる。あ、見えるようにはなった。一応見えるね、うん、ちょっと前でも大丈夫か。こんな感じか。これだと見える。あ、でもね、ここまで下がると、うん、みんなのチャットが読めないよね。逆にな、うん。まあね、ギターはずっと弾くわけじゃないから、一回。まあそうね。うん、そう。なかなか難しい。右手ね。そうだよね。右手見えないとあんまりギター面白くない。チューニング微妙だな。よし。じゃあ、まあ、こんな感じで。いや、そうなんですよ。試行錯誤してね。ちょっともう一回、今ちょっとずっとチャット見れなかったから、もう一回読み直そう。太鼓叩いてください。好きなリフあったら弾いてほしいです。あ、そうだ、ちょっとあとで、やっぱりもう一回弾かないとね。実質1時間番組ということで、ぜひご検討を。毎週は難しいかもですが、ぜひライブ配信やってほしいです。そっか。そうだね。なるべく。なんかね、昔はほら、ミュージシャンって結構週末の夜働くものじゃない？そうね。ね、まあ、平日の夜も働くんだけど、うんうん、だからコロナの前って金曜日とか土曜日、の夜って家にいたことがなかったんですよ、うん、ほとんどずっとどっかしらで演奏してたりして、うんうん、だからね、まあコロナのちょっと言い方悪いけどのおかげでこうやって、うん、まあこっち今金曜日の夜なんですけど、ああじゃあ一番8時48分、おそう、普段だったら絶対いない、うん、あの時間帯っていう、ね、のなんだけど。そう、コロナのおかげで今こうやってねできるようになって、うん、あ、でもちょっと喋るとすぐまたチャット読めなくなるね。これ同時に読みながら喋れる人ってすごいな。多分、ね、読みながら喋れる人はあんまりいないんじゃない？他の、うん、人のやってる配信とか、まあ、自分が見る場合もあるけど、そういう時もやっぱり読む時はしばらく読んでる感じが、うん、あ、そう、うん、それでいいのか。会話にタイムラグが感じられない。ネット配信すげえ。あ、そっか、そうですよね。結構スムーズにいけてるか。椅子の上に立ってきた。みかん箱に立って。
ね。1日の練習時間はどのくらいしますか？おお、まともな質問いただきました。本当嬉だ。しいな、なんか。ちゃんとしでた。すね、ゆきかずさん。1日の練習量は昔はものすごいしたんですよ。もうそれこそね、もうずっと、なるべくずっとって感じで。大学生ぐらいの時、大学生って1回目の大学生の時、日本で 大1学生回やって目、た2回目時があに、るの。そうそう、いや、ほら、2回目アメリカだからさ、ああ、そうか、そうか。1回目の時は、まあ、あんまりね、授業とかはそこそこに、ずっと音楽ばっかりやってて、その時なんかは、例えば友達と、学校の近くのマクドナルドとか行くじゃないですか。そういう時でもギター弾いてるみたいな、そういう感じですね。だから本当になるべくずっと。マックの席に座ってもそこで弾いてるってこと？そう、そこでギター出しちゃう。そうそう。結構やばいやつだよね。確かに。でも確かにね、俺マックじゃないんだけど、なんかの時にマサトといて、マサトギター弾いてて、その時ポテチみんなで食ってたの、確か、袋公に。共の場で？公共の場かな、わかんない。どこだったか覚えてないけど、多分マサトも俺もその20歳前後の頃。で、ポテチ食べるとさ、指に油つくからって言って、そうだね。箸で食ってたよね、確か。ああ、そうそうそう、そういうね、ちょっと変なとこあったね。今もやっそう。ちゃうんだけど。今もやるんだ。今も、そう、だってギター汚れちゃうじゃん。まあ、確かにね。そう。結構ね、これ、アメリカではね、まあ日本でも変な人に見られるけど、それやると、アメリカだと余計ね、やっぱり。まあね。変な人に見られるんだけど、そこはね、ちょっとね、実はね、いや、日本こうやってるんだよって嘘ついてるんだよね。間違った文化を広めてる。そうそう。ちょっと言い訳して、そうやって。案外でも信じちゃうからね、それ。結構みんな信じるんだよね。で、知ってるかわかんないけど、俺実は箸、お箸両手で使えるんだよ。そうなの？知らなほかっら、た。昔右腕折った時あってさ。なんかあったね。そうそうそう。それで、その時利き腕が使えなかったから、しょうがないから左手で、まあ、箸練習して食事してたんだけど、まあ、それの名残でさ、今でも使えるっていう。あ、じゃあそ練習してる時もうそう。どっちでもいけるね。どっちでも。結構便利なんだよね。確かに両方使うと便利だよね。焼肉屋行った時めちゃくちゃ便利。なんで？だって食べながら焼いてっていうのをずっと続けられるから なるほどね。なんかすごい、なんていうの、流れ作業的というか そうそうそう、急いで食べる時には ね、便利で、まあ効まあ率それはそうじゃなくても、ほら、例えば食事しながらさ、何人かで、ね、テーブルで食事するときに、隣に人がいるときにさ、例えば右に誰かいるときに、右手でこう向こうって、あ、映ってるか。そう、向こうのものを取るときに、右手で、ね、こう右に座ってる人の前に腕出したら、なんかちょっと悪いかなみたいなときに、こう左手でいけたりしてさ、なるほどね。そういうのはちょっと便利かなっていう。そんな気遣いをしてたんだ。まあ、たまにね なんかでもほら、両利きにするとさ、なんか脳が活性化されてとかって、本当かどうか分かんないけど、なんかボケ防止になるとかさ、そういう話もあったりするから、なんか意外とやってる人いるらしいけどね。そうなんだ。ボクシング好き？詳しくないな。ボクシングの畠山貴教さんって世わか界チる。ャンピオン、元ね。あの人も、なんか、左手器用にした方がいいっていうことで、左手で箸使ってるらしいよ。本当は右手なのに。そうなの。あえて。俺もね、昔、俺はまあ入院した時、足を折って入院したんだあ、けそうど、だったね。その時はまあ右手使えるんだけど、なんか、左手を器用にしたいからっていう理由で左で箸使って、その時は食べてたんだけどね、やっぱやめちゃっ退院た。した後はね、右の方が圧倒的に使いやすくってまあまあ、そりゃそうだよね なんかさ、大まかにさ、こうご飯、
ご飯茶碗があって山盛りになってる状態をすくうとかだったらさ、うん、左手でいけるんだけど、うん、そのご飯粒が 1,2 個の残ってついてるのを取るとかさ、うん、あそういうのがめっちゃもうイライラしてくるああああって本当結構なんかそういうの克服するのが楽しくて練習しちゃったけどなそうなんだ。どうやって練習した？え、もうひたすらその3食食事の時間にずっと左しか使わないっていうだけ。あ、右手と比べてフォームの矯正とかしなかった？あ、それはでもした。あ、そうだよね。それやると結構さ、うん、なんかほらギターとかドラムもそうだと思うけど、楽器の練習するとき、うん、でやっぱり上手い人のフォーム研究する。あ、そうね。で自分の箸の使い方だとさ、まあ、右手が上手い人なわけだ、うん、左手に比べたら。それでこう、うん、左手で右手の動きを完コピして、あ、右手のフォームを完コピしてこう覚えるみたいな。あ、そういうのやると結構すぐね使えるようになったりもするんだけど。でまたちょっとチャットを落ちてしまったどの辺からだ。なるほど。GoPro 買って右手をカメラつくから。あ、そういうのいいね。なんかライブ配信用にそこまでできたらいいね。確かにね。え、そうなんですよね。ライブ配信慣れしてる人でもいろいろありますよね。宮地さんお久しぶりです。本当にもうね、いつぶりだろう。大先輩のミュージシャン。あ、うん、昔、うん、すごいお世話になった家まで車で送ってもらったりしたこともあって。あ、そうなんだ、うん、嬉しい。アームレスリングって書かれてる知ってる人なんだ。行きましょう、うん、その話はやめておきましょう。アームレスリングといえばね、そうその頃ね、その頃あの六本木でさ働いてた頃の話なんだけど、うん、はいはいはい、六本木で働いてた話ってラジオでしたことないかもね。そういえば。あ、そうかもしれない。知らない人の方が多いかな、もしかしたら。ひょっとしたら。そう、昔ね六本木でミュージシャンとして働いてたんですよ。うん、ホストとか IT なんとかじゃなくて、うん、ミュージシャンとしてね箱番でやってた時、あの頃ね、まあ、友達となぜか腕相撲にハマってた時期があって弱いんだけど大して強くないんだけど、うん、ハマってた時期があって、はい、よく自分のお店でまあ演奏し終わった後、まあ、うちの店1時過ぎぐらいに終わるから、うん、でその後他の店に、まあ、飲みに行ったりする時も、まあ、たまにあるわけでね、うん、そうするとさ、これ言っていいのかな、これ 生配信だから言っていいのかどうなんだろう。分かんない。何を喋るのか分かんないけど、まあ、45人しか今見てないから大丈夫だよね、まあ、やばそうだったらまあみんな C ということそうだね。あ、そうです、タムテックギアさん、そうです、バウハウスっていうところで働いた時の話です。もう30年近くぶり。いや、そこまでじゃないですねあ、でもね、10年ちょっとぶり。修正されてるどこまで行ったっけ。そう、六本木でバウハウスでギター弾いた後、まあ、夜中に、他のお店に、まあ、飲みに行ったりすることもあって、うんうん、まあ、行くって言っても結局、ね、生バンドが入ってる他の店に行くだけなんだけど、うん、でそこでまあ演奏とかしたり、ね、お酒飲んだりして、でなぜかそこで友達として相撲を始めるっていうこと、結構長いことやってたのね。長いことやった。そんなある日、まあ、一時期やってたのよ、怪我するまで、うんうん、である日ね、他のお客さんに、少年隊の東山紀之さん、うん、で合ってるっけ、名前合ってるよね、がいてさ、うん、で意外にも向こうから僕も参加していいって入ってきたんだよね。腕相撲に。そう、腕相撲をしたがってたの。お、我々の腕相撲の場に入りたがった、うんうん、まあ、一応ほら友達プラスその周りの席の人とも、まあ、フレンドリーな人がいたら、はいはいはい、他のお客さんとも腕相撲をするみたいな、うんうんうん、そういうわけわかんないことやってたんだけど、うん、まさかね、そういう東さんとかね入ってくるとは思わなかったんだけど、うん、まあ来てくれて、それで勝負することになったのよ。お、
でもあの人なんかさ、すごい肉体派っていうか、まあがっね、ちり鍛えてる感うん、じの力イあメーりジだっそうたなから、感じだよね。そうそうそう、めちゃくちゃ強いんじゃないかと思いきや、意外にもね、左腕でやったら勝ってしまったんでね。っていうのも、まあさっき右利きですって言ったんだけど、箸の話の時、実は俺もともとは左利きだったんだよね、子供の頃は。で、それを右手に矯正してて、小さい頃に。だから物心そついたうい頃にうはこまあと。右手なんだけど、もともと左利きだから、まあ左手では勝てたのかなっていうのはちょっとあって、まあそれか、まあわざと勝たせてくれたのかなっていう気もするけど、今思うとね、ああ、なるほど。別にね、全然強くないんですよ、大して。本当に。知ってると思うけど、昔から。そうね。なんかね、俺もそのバウハウスに、まあ、似た感じのお店で、南青山の店で昔ドラム叩いてたんですけど、そこでも、言っていいのかな？830って言って、まあ、エイト今もうサーないティん、ね。今もうなくなっちゃったんだけど、今ギガバーっていう名前になってるんですけど、そこでも、1日だけ、それはいつもじゃなくて、1日だけ腕相撲がなんか流行った日があって、あるよね、そういう時っそて。う。で、その時はね、その時の店長さんが、元ボディービルダーみたいな感じで毎日こう鍛えてるような人がかなりすごいんだけど、バンマスのギターの人が、なんかね、腕相撲が異常に強くって、そうなんだ。そう、見た感じのこう腕の太さとかさ、その鍛えてる人の方が2倍ぐらいあるの。でもなんかその腕相撲のなんかね、やり方かなんかよくわからんけど、それから細いけど強いのかもしれないし、わかんないんだけどね、そっちのバンマスの人の方が勝つんだよね。ガーンってやって。すごいね。そう、それ見まあて。手首の強さとかっていうのも関係するとかっていうよね。あ、そうなんだ。嘘かもしれないけど。嘘かもしれない。ほら、一応やっぱりギタリストだとある程度ね、手首使ってたりするから、それでもしかしたら左はちょっと右より強いのかなっていうなのるはほあっど。たのかもしれない。まあそれかね、本当にね、東山さんがもうちょっと冗談で入ってきてわざと負けてくれたか、ちょっとそれは分かんないんだけなるど、ほど。ね、でその後でもね、右でやったらちゃんと負けたからさ、だからやっぱある程度強いんだけど、またチャットを置き去りにしてしまった。腕相撲20年話ぐでらい。盛り上がってしまっ腕相撲はそんな大した話じゃないんですけど。まあいいんじゃない、生配信っぽい感じがする まあでもミュージシャンはね、あんまり、ミュージシャンはあんまりやらない方がいいですよ。おすすめね。はしない。そう。あんまり。ちなみに今、時間的には910時2時、分、9時こっちが3分。ね、10あ、時3そ分っなか、ん日で。本は1、ああ、本当。そう、まあ、もうちょい行く？ちょっと遅く始まったから。ねえ、なんか、変な話しかしてないから。これでも、この YouTube のさ、スケジュールで始まったやつって、終わりは別にスケジュールされ終わてりなはいんいつで。でもいいみたいよ。あ、そうなんだ。せっかくね、こんな今44人も集まってくださってるんで、おお、なんか質問とかね、うん。空気読んだ上でしていただけたら、答えられる範囲でそう答えね。ていこうと思います。なんかせっかくギターもあるしね。なんか、こういう技を今練習してそうて、だね、ちょっとうさっまきく言いいか忘なれいたんけでど。すけど、みたいな。コツはありますか？ああ、そうね。そういう質問でも全然大歓迎ですし。普通のラジオの放送の中だとあんまりね、こう、突っ込んだ内容っていうか、細かいことはね、説明しづらいし、そうね。あどと、こまで説明していいか、何？あ、ごめん。ラジオだと見れないもんね。そう映像なんで、だよこう。ね。そう。どの程度突っ込んだ内容をね、説明したらいいのかっていうのはちょっとね、迷うとこで、ラジオは。まあ、確かにね、求められるのも どこまで、その、なそうんなんだか、よね。専門的な話をするべきかっていそう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 。その辺のバランスがね。う あ、和音階、素敵でした。あ、ありがとうございます。そうなんです。和音階ね。意外と使ってる人少ないんで。
部屋ではモニター、一応今ヘリックス用意してて LINE でつないでるんですけど、なぜかね、音量が安定しないという不思議なんですよね。なんでなんだろう。インプットレベルが安定しないっていう。あと、部屋ではって、普段は、今はね、この配信用にヘリックスつないだんですけど、普段は、まあ、両方ですね。録音するときは、まあ、ヘリックス使うときのが多いですし、練習というか、家で楽しんで弾くときとかでも、ちょっといい音で聞きたいなっていうときはヘリックスにするけど、まあ、そっちを立ち上げるのめんどくさいときは、ちょっと小型アンプでやったりもします。それから全然関係ないんですけど、サムネのチワワが気になりました。あ、これチワワ気になりました。これね、ちょっと可愛い動物とか出すと視聴者増えるかなっていう。それが狙いだったの。あざとい。 そうだった。 それだっいや、たんあんまだ。りいい写真がなかったっていうのもあるんだけど、いや、なんかほら、普段と違って、いや、それちょっと冗談なんだけど、ほらギター弾いてる写真とか使うと、生配信でギターをガンガン弾くのかなって思われる可能性があると思って、ああ、なるほどね。そう誤解させちゃってもまずいかなと思って、それでちょっとギター持ってない写真にしようかと思ったんですね。なるほど。そうしたらあんまりこう、ほら、いつもギター持ってるからさ、確かに。基本的に写真撮られるときって、ね、だからほとんど写真がなくて、で、数少ないまともかどうか分かんないけど、 まともかどうかわかんないけで、数少ない写真の中でちょっとあれを使ってしまいました。ど。いや、あ俺れもはだ。ちなみにですね、1年半ぐらい前だったな。いや、そうなんです。むしろチワワにも出演していただきたかった。あのチワワは自分のチワワじゃないんですよ。あれは1年半ぐらい前にフロリダに、仕事でフロリダ行った時に、その時サム・ムーアっていうね、前ブログとかツイッターにも多分書いたことあると思うけど、ジミヘンドリックスをクビにした男っていうことでね、ちょっと書いたことあるんだけど、サム・ムーアってほら、サム&デイブっていうソウルグループユニットっていうのかな、まあ、結構古いアメリカのグループがあって、まあ、それのうちの一人なんだけど、そのボーカルの人、今いくつぐらいだろう、80超えてるぐらいなんじゃないかな、もう大御所、ロックンロールホールオブフェイムとかにも入っ、殿堂入りしてるような人なんだけど、まあ、一緒に仕事した中の一人が、そのサームのバンドでも演奏してる人で、でせっかくだから、まあ、サムの家に挨拶しに行こうよっていう話になって、で、連れてってもらったんで、マイアミに。でそこで、そこにね、2匹ぐらいいたチワワのうちの1人、1人じゃない、一1人匹。一匹 そうそう。そう、サムの話もね、実はラジオでいつかしようかなと思ってたんだけど、いいね。サムね、結構面白い話があって、これも言っていいのかな、大丈夫か、47人だから今。まずいね。何人になったらダメなんだっていう話だけど、まあ、大丈夫でしょう、今の人数だったら。サムね、やっぱり昔いろいろ無茶しててさ、無茶に。薬、ドラッグ、アルコール、いろいろね。まあ、いろいろで、ありますね。まあ、今はもう、大事なところで。ただやっぱり今でも、あ、大丈夫、大丈夫。続大け丈て夫。くれ。そうそう。今はもうすっかりクリーンなんだけど、やっぱり目の前でお酒とか飲まれるとちょっと辛いらしいんだよね。だからそういうわけで、サムの家に行く時はもう水とかを持参していくみたいなさ、お茶とか一切アルコールも今目の前に入れないし、視界に入れないし、タバコも吸わないしっていう感じなんだよね。大変だよね。なるほど。もうトリガーが何かあるとダメなそうんそう、だ。やっぱりまた始まっちゃうかもしれないから。そういうもんなんだ。そうそう、まあそういうやんちゃ話じゃなくて、そんな話をしたかったわけじゃないんだけど、ラジオでそのうち話そうかなって思ってたのは、普通に今話しちゃっていいの？やめとこうか。
ラジオを聞いてください的な。そっか。まあ、ここまで話して、じゃあ触りだけ、さあ、じゃあ触りだけ、せっかくだから、いや、なんかここまで話して話さないのもなんかすごい申し訳ない。なんか、いや、自分がそういうことされると結構嫌なんだよね。じゃあ途中まで話して、うん、あ、やっぱやめたってなるとさ、あの今和の清志郎さんっているじゃない、うんうんうん、あの昔今和の清志郎さんがサム・ムーアの、まあ、ストーキングをしてたわけよ。お、大ファンだった、うん、サムのファンだったんでね、うん、でサムが日本に来た時に、うん、あのツアーバスとかでさ勝手に乗り込んじゃうみたいな、本当に結構、結構変な人だったらしいんだよね最初。でサムもほらそんな日本人知らないからさ、うんうん、まだそんなに売れる前だったらしくて、その今の清志郎さんが、うん、周りの人いまいちよく分かってないし、なんか変な日本人が勝手にバスに乗り込んできて誰なんだみたいなさ感じで最初は追い返そうとしてたらしいんだけど、うん、まあ、だんだん仲良くなってってさ、まあ、そのしつこさ、ストーキングが功を奏して、で結構友達になって、で、あの今の清志郎さんの晩年とか、うん、あのたまにブルーノートとかであの人コンサートやったりとかしてたんでね、うん、そういう時にサムが日本にいたらサムが出るし、サムがコンサートで日本に来る時にはそこで今の清志郎さんが、まあ、ゲストでちょっと歌ったりとかっていうのがあったりっていうね、話しちゃったまあいいんだけどそれは、うん、すごいなんか伝説的な話やね、それ。そうそうそう。まあちょっとまたこの話はラジオでもう一回しよう。もう一回、もう一回する。同じ話です。すいません。あの今聞いてくれた人には申し訳ないんですけど、もしかしたらそのうちその話はするかもしれないです。まあね、これが出てきた時には、ああなんかあの頃言ってた話だみたいな。うん。そう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 。うん。おアウシーサクセション好き。いいですよね。ラジオでサムさんネタメインで。そういうミュージックカレーの話を聞きたい。おいいですね、そんな回も。あ、いいね。日本には来る機会はありますか。これはどっちだろう、サムの話かな、それと僕の話かな。マサトじゃない、多分これか。ですね、行きたいは行きたいんですけど、うん、まあちょっと時間がかかる。あ、でもね、まあ今アメリカにいてもね、あんまり仕事できないっていうのがあるんで、うん、まあ、こっちがある程度コロナ落ち着くまで日本にいてもいいのかなっていう気も実はちょっとしてたりもします、うん、まあちょっとどうなるか分かんないですけど、まあね、うん、なんかあの、うん、俺は前ニューヨークにいたで、そのなんかニューヨーク周りの情報っていうのが若干聞こえてくるんだけど、それによると、うん、なんか今はこのコロナ禍でもニューヨークから日本に行って日本からまたニューヨークに戻るみたいな、うん、そう案外いて、あ、そうなんできるの、うん、思ったよりね、簡単っちゃなんだけど、うん、すんなり行けるらしいんだよ、ね、そっか、日本人が日本に行く分にはいいんだもんね。そうそう、日本に行くのはいいし、うん、日本からアメリカに行った時もその空港で あの面接みたいなのあるじゃない、うん、あのセキュリティチェックみたいな、うんうん、あれも案外すんなり行けるだし、あ、そうなんだ、持ってるビザとかそれにもよるんだろうけどね、うん、何持ってるかによって。いやでもアメリカがさ、そんな厳しくチェックしててもさ、びっくりだよね。だってアメリカが一番ひどいんだからさむしろ、ね、そうそうそう確かにね、ね、うん、あのちょっと行きたいなとは思ってます。まあ、行くんだったらね、ある程度長い期間滞在しないとっていうのもあるから、ちょっと急には行けないですけど、そうだね、うんうん、どうせね、年内はアメリカしっかりとは仕事再開しないと思うんで、うん、もしかしたらちょっとまとまった期間日本に行きたいかなっていうのもちょっとあったりはします。お、いい、そしたらこういう放送もなんかね、うん、やりやすいね、同じ部屋からでもできる。あ、そうだよね、うん、あ、そうだね、楽だよね、そしたら。そう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 、うん、お、ありがたい、ねねさんありがとうございます。ラジオでもう一回お聞きしたいです。ほら、あ、さっきの話ね、ありがたい。お、そう、ラジオで再度詳しくお願いします。そうなんですよ。じゃあ
お言葉に甘えて。あとは、マサトさん、ありがとうございます。リンリンさんね、リンリンさん、ありがとうございます。りょうさん、畑仕事も楽しそうですね。本当畑だ。仕事の話、ちょっと教えてよ。どうなってんの、最近畑は。仕事、別にどうなってるって言ってもね、仕まあ、事じゃないんだけどね。別に仕事じゃないんだけど、まあ、そもそもそのニューヨークから日本に戻ってきて、で、日本に戻ってきたら、その、うち、今、実家に滞在してて、で、帰ってきたら、親が畑をやってた、始めてた。で、いいね、別にいい趣畑っ味だよて、ね。そう、言っても、その、完全に農家になるとかするんじゃなくって、うちのね、歩いて行ける近所の山のふもとに、こう、でっかい農地があって、それをこう分割して、いろんな人が借りるみたいな形の畑があって、そのうちの一角を借りてて、で、思ったよりも野菜がいっぱい取れるんですよ、これが。いいね。そう、なので、なんか、まあ、もともとその、土いじりとかするの嫌いじゃないんで、ちょっとこう手伝いがてらいろいろやって、まあこの夏もいろいろ収穫したりとかしてました。最近は何撮ってんの？最近はね、冬瓜ってわかる？動画。冬のウリ、なんかね、でかくなるともうこんなめちゃくちゃでかいんだけど、これがめちゃくちゃ取れる。あのね、あいつらがね、強いんですよ。あいつらが強いあいんだ。つら、ツルで伸びていくのね。地面張って、こう、ツルでニョロニョロニョロって、で、他の植物がこうあると、そこにこう巻きついて、で、また巻きついてっていうのをやるんだけど、それすると、こっちよりも、この巻きつく側が断然強くって、他の作物をどんどん荒らしていくのね。そうなんだ。そう。でもなんか、冬瓜取れるから、って言ってやってたら、ほぼ冬瓜畑みたいになってきた。冬瓜に占拠されてしまったんだ。完全に占拠されてる。まあ一俺応も他け、のもね、ナスとかトマトとか取れますけど。いいね。そ冬瓜すごいチャットで人気あるね。う。冬瓜って言われてるよ。本当だ。今ちょうど時期なんでね、美味しいですそっよ。かそっか。そう。港区界隈に出没するときはツイッターでお知らせください。そうですね。日本に戻ったときは必ず港区界隈行ってるんで。なんか、イケてる感じだね。そういう 感じではない港区、けあ、ど、そういう感じじゃない。いわゆるね、港区女子的なそういう雰囲気の港区じゃないんだけど、六本木の、なんて言ったらいいんだろうね。でもバウハウス、移転したんだよ。綺麗になっそうなんた、だ。すごい。すごいいい感じになって。ちなみに吹き溜ま今、りとか言いそうになったけど。15分、17分か。結構な時間になってきそう、ちゃい10まし時た17ね。分ぐらいなんですよ。そうだね。そうだね。そろそろちょっとね、あんまり長くなってしまうとあれだかそうらだね。ね。また次回もあるはずなので。バジルも美味しそうでした。そうなんだよね。バジルいいよね、取れんの。バジルね、山ほど取れます。うちでもね、一時期バジルな作ってた、うちでもっていうか、今住んでる部屋で、こう苗買ってきてさ、意外とすぐ死んじゃうんだよね。え、本当？俺でも、ボストンでもニューヨークでもバジルとかシソとか普通に家でできてたよ。本当？なんでだろう、ダメなんだよな。結構ね、取っても、わんさ茂って、人にあげるくらいだった。やっぱ自分で作ったもの食べるのっていいよね、美味しい気がして。そう。実際美味しくなくても。なんか、美味しいだろうけど、仮に美味しくなくても美味しさがちょっと増してね。そう、なんか嬉しさがあるからね、自分で取れたっていう。あとは、そろそろちょっと締めますけど、ちょっとコメントを拾い逃しているのがあったら申し訳ないんで、ちょっと見てみよう。恵子さん、休憩時間にちょっと聞きに来ました。ありがとうございます。すごい。冬瓜。うちもシェア畑でピーマン、トマト、もう枝豆とかいいな。いいですね。今年ね、枝豆うちはね、ダメだったんですよね。そうなんだ。実はついたんだけど、こう、ふっくら、膨らまずに、へしょってしたままの枝豆になっちゃって。梅雨がちょっとね、長かったから、あんまりその時期作物がこう、
育つことができなくて、他の畑もみんな同じ感じだったの、うんうんうん、でだん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 畑の話ばっかりになってくる。そうだね、ちょっとさすが長くなった、もうあとちょっとだけコメント読んで終了しようじゃ、うん、六本木のバーハウスに出没、うん、そうですよ、日本行ったら必ず行きます。まあ、毎晩とは言わないですけど、結構しょっちゅう行ってます。あと、まあ、ズッキーニもやたらとでかくなって、うん、そうなんだ。ああ、そう、それ系はね、でかくなるんですよ、キュウリとか。来週も。早速新しいバーハウス、1回だけ行った。ああ、宮地さん、1回だけか、まだ。まあ、今、閉まっちゃってますからね、コロナで。ああ、そうなんだ、うん。自分で作ったものを食べて素敵ですね。そうなんですね。美味しいですよ。実際美味しいしね、うん、便利だしね。ありがとうございます。ちょっと今日はねそろそろ締めるんで演奏ちょっとできないんですけど、また次回ちょっとちゃんとセッティング確認して、ね、うん、あ、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオ続けてほしいです。ありがとうございます。ね、ライブ配信って双方向で本当に楽しいです、ね、こんなにあのみんなコメントしてくれると思ってなかったんで。そうだよね、うん、カラオケ付きで生演奏そうとか。そうですね、なんかちょっと次回考えます、うん、ちょっとねとりあえず1回目は、ね、どんな感じになるか分かんなかったんで、うん、できるかどうかとかねいろいろテクニカルな問題もあって、うん、まあ、とりあえずできるってことが分かったからこんな感じで。そうだね、よかった。 ありがとうございます。楽しかったです。これありがたいな。じゃあ、なんか告知的なものってある？告知的なもの、そうだね。あ、今この、配信はマサトの YouTube チャンネルでやってるんだけど、うん、まあ、うん、僕のチャンネルもあるのでもしよかったら、あ、今、まあ、ぜひぜひね、そうそう、チャットに書きます。あ、そうだよ、うん、これリンク書けるのかな、どうなんだろう。あ、ダメなのかな、試しに行ってみる。いけるんじゃない。うん、あ、打った。なんか名前のところだけなんか赤くなってる。あ、じゃあリンクは飛べないのかな。じゃあ本人がやったらどうなんだろう。ちょっと待って。これコピペできる？ちょっと待って探してみるね。あ、そうかそっちか。まあもしくはあの、うん、田中亮。ドラムとかで検索すると出てくると思うので、よかったらチェックしていただけると嬉しいです。うん、あ、ぜひぜひ、ね、以前の前のラジオの放送の内容もね、ちょいちょい切り取りで、そう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 、ね、お互いのチャンネルでアップしたりとかしてるんで、うん、ありますので、ぜひぜひね。あれ、俺今気づいたけど、今気づいた。両田中チャンネル登録か。お。まさかの。ごめん、今俺登録するわ。お、一人増えた、やった。一人増えた。今登録しました。みんなもあの登録してください。ありがとうございます。リンク今貼っとく。あ、ありがとうございます、お願いします。あ、タムテックギアさん登録してます、ありがとうございます。感謝です。おお、すごい。お、これスーパーチャットってやつですか。来た、ありがとうございます。しかも1万ってそんな、ありがとうございます。 VGO の公演が東京でできることを祈って。おお、ありがとうございます。いや、やりたいんですよね、ぜひね、日本で。ナイスパ、うん、ナイスパって、ナイスパってこれなんかこういう用語なのかな、うん、え、ナイスパ、うん、あ、そんなのかな、きっとね。そうっぽいね。すごい。あ、ゆうさん、ありがとうございます。まさかスーパーチャットいただけるね、全然思ってなかったんで、かなりびっくりしてます。ね、ちょっと何が起きたのかって、ドキッとしちゃう。本当に目立つね、赤いと。あ、ナイススパチャの逆です。あ、ありがとうございます。こうやってね、いろいろ日本のことを教えてもらえてありがたいよね。ね、勉強になりますわ。ね、鎌倉在住の田中亮さんも、ね、最近日本帰ったばかりだから、あんまり日本のことね、そう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 、ちょっと分かんないところあるでしょ。結構ね、分かんないことね、ちょくちょく出てくるんですよ、しょうがないんだけど、ね、うん、特に最近の言葉であったりとか、最近の、まあ、
芸能人とかアイドルとまあ、かそういうわのかはんないけ全然ど。わかんないですね。なので、こういうのはものすごくありがたいです。いやー、これ、BC、MC、東京、新宿2丁目の女神さん。お名前がもうね、すごい。絶対忘れられない名前。すごいなんこかれなんパか、ンチの効いた名前で。ね、いや、そういう名前いいな、羨ましいなって思うんですよね。ほら、田中とか伊藤とかってさ、ああ、そうね。ね、日本で一番名字が多い人たちじゃない。だから、結構ね、そう、まあ、新宿2丁目の女神さんが本名だとは思わないですけど、そういう名前の人って羨ましいなって、インパまあクトね、があるね。羨ましいなと思っちゃいま忘すれない。ね。やばい、またちょっと話が長くなりそうなんで、ちょっとこの辺にもうしますけど、そうしましょうか。いや、じゃあ、今日は本当に皆さんありがとうございます。急な、ね、お知らせで本当にね。始めたのに、ね、こんなに集まってもらって。ありがとうございます。腕相撲の話は、ちょっと忘れて、で、もしかしたらまたさっきのサムーアの話は、もうちょっと詳しくラジオで話すかもしれないんですが、その時は初めて聞いたっていう体で聞いてもらえると助かります。じゃあ、そんなとこですかね。皆さん、じゃあ、田中亮君のチャンネルも登録して、ね、ぜひぜひ、よろしくお願いたしくまさん動す。画見てあげてください。見てあげてくださいっていうか、でも登録者数ね、そっちの方が多いからね、全然ね。あ、またスパチャが来ましたよ。おわ、ありがとうございます。リサイクルショップ、シンさん。ありがとうございます。い少やいないや、です少なが、くないで今日は。すよ、本当に。めっちゃ楽しかった。いやいや、全然時あ間りながいでとうすございね。ま次す。回に行きたいです。ありなんがとかうござ結い構ます。取り留めもないね、ね。雑談ばっかりしてしまいましたが、本当にね。それでも、楽こしんんなでに。もらえて、よかっ嬉したでかったです。す。ありがとうございます。椿さん、こちらこそチャット初デビューでした。腕相撲の話なんてありましたっけ？さすが。素晴らしい。じゃあ、この辺にしときますか。そうですね。で、また次回ということで。ではでは、どうもありがとうごあざいりまがしとうございた。ました。では、また次回。ではでは。そっか、来週の放送か。まあ、この生配信じゃなくても、来週土曜の、そうですね。ね、番組で、鎌倉 FM でお会いしましょう。それでは、今日も一日、なんだ、いつもなんて言ってるっけ？忘れちゃっわたかな。んない。良い一日、良い週末をお過ごしください。はい。それではまた来週、ではで失礼しは。ます。